こんばんは。うさぎのアバターの人、たい焼きありがとうございます。私のアバターの人かわいい、ありがとう。犬のアバターの人、お花ありがとう。犬のアバターの人、お花ありがとう。私のアバターの人、たい焼きありがとう。女の子のアバターの人、たい焼きありがとう。私のアバターの人、お花ありがとう。お花のアバターの人、ハートありがとう。犬のアバターの人、たい焼き。私のアバターの人、たい焼きありがとう。SK のアバターの人もたい焼きありがとう。今日は15分しかできません。はい、今日はもうすごい全然できない 全然できない。だって今日はもうすごいできない。はい、15分したら終わりにしたいと思います。今日はなんか和菓子イベントというのは、なんだっけな、和菓子イベントというのは、なんかたい焼きをください。たい焼きを獲得したらさんが美味しい大福を食べれるんです。そうだからください、大福さんをください。でも今回は1週間もないんですよ。4日でクリアしないといけないよ。うさぎのアバターの人もたい焼きありがとう。私のアバターの人もたい焼きありがとう。なんか黒いアバターの人もたい焼きありがとう。そう、なんか前はなんか前は違かった。前はね、1週間だったお肉は。けど今回はなんかちょっと意地悪で4日 意地悪4日です。今回は意地悪4日なので、4日間しかないので4日間でやらないといけない。左右反転、どういうこと？分かんない分かんない、知らないよ、何もしてないよ。ノータッチ。でもなんかアップデートされてなんか変わってた、ショールームが。何、どうしたらいいの？分かんないよ、そんなこと聞かれても。ショールームのなんか写りもなんか変わってた、分かんない、私には分からない。まあいいのいいの、よくわかんない。私のアバターの人、たい焼きありがとうございます。1日400個ぐらい必要。そうなの？ 400 個必要、400個必要よ。400個必要よ。そう、400個必要だからね。どうなんだろうからね。古畑さんは1日で達成してた、すごいわね はい、すごいわね。ありがとう、みんなたい焼き。うさぎのアバターの人もたい焼きありがとう。ガローさんもたい焼きありがとう。私のアバターの人もたい焼きありがとう。さん、食べたい、食べたい、たい焼き食べたい。たい焼きじゃない、タコのアバターの人たい焼きありがとう。私のアバターの人もたい焼きありがとう。いや、今日も長くやりたいんだけどね、長くできないわよ。友蔵たい焼きありがとう。男の人のアバターの人たい焼きありがとう。双子の人もありがとう。
大富豪今からガチるね、よろしくお願いします。そう、ちょっと私はちょっと時間がないですね。ふさんはありがとう、たい焼きアザラシの人も。そう、ふさんは20日が正田さんの卒業公演なので、それまでにたくさんやることをしています。ふさんはね、もう完璧。私のアバターの人、ありがとう、ありがとう、パンダもありがとう。そう、私は相田さんの卒業公演を完璧な可愛い姿で出たいんですよ。もう最後の瞬間だから。だから美容院にも行きました。そう、トリートメントを やりました。もう今日は汗をかいてちょっとあれなんですけど、ツヤツヤにしました。前髪も自分でギザギザにいつも切ってたけど、そう、ちゃんと揃えてもらいました。でも練習しても今日はぐちゃぐちゃですが、そう、整体にも行きました。他のこともいろいろ準備しています。そうなの、いっぱい、もうあとはだからもう頑張るっていう気持ちだけですね。もうなんか、なんだろうな、行かなきゃいけないとことか、なんか練習しなきゃいけないことは全部もうやった。あとはもうとにかく残りの日にちも練習して精一杯やる。もう身の回りのやりたかったことは全部できた。そう、もうめっちゃ予定詰め詰めで、朝からそう、すごい詰めていっぱいやった。いろんなことしてる他にも。そう、ありがとう、たい焼き男の子のアバターの人、ハートありがとう、うさぎの人たい焼きありがとう、私のアバターの人たい焼きありがとう、だるまありがとう。そう、今日もね、相田さんに会った。今日はたまたま会ったの。可愛かったか写真を撮ってツイッターに載せちゃった。ハート100個ありがとうございます。そうなの、さんはもう一番いい公演にしたいですね。曽田さんはね、12人公演になってから初めて出るからね、大変そうだけど頑張る。明日も頑張る。もう時間がないからね。可愛いよね。私さ、クレヨンでさ、立ち位置丸する人初めて見たんですよ。普通さ、なんかマーカーみたいなやつで引いたりとか、赤ペンで丸したりするんだけど、クレヨンのさ、太いさ文字でさ書いてて、それがすごいすごい可愛かった。これ写真を撮ってしまいました。可愛い。もう一緒に練習できるのもで思うと悲しい気持ちでしかないですが、頑張りたいと思います。はい、そうなんです。でもちょっとなんかショールームアップデートされてからすごい顔白いんだけど、なんでこんな顔白いんだろう。さ、何もしてないのに顔めっちゃ白いんだけど、白くなったのかしら。プリクラみたい。なんかそして昨日は、夜はちょっとできないんですけど、できなかったんですけど、昨日はSKE48 の 1+1 は2じゃないよっていう東海ラジオさんの番組をやって、番組の収録がありました。ちかこさんとでした。はい、あ、うさぎのアバターの人、たい焼きありがとうございます。たい焼きあと3日じゃん。あと3日、今日、明日、明後日。これ達成する人いるのかな、古畑さんの他に。うさぎのアバターの人、たい焼きありがとう、私の人もたい焼きありがとう。そうなの、ちかこさんと出ます。放送日は確か6月の25日ですので、ぜひ聞いてください。ちかこさんと前よりも喋れた気がする。嬉しい、優しい。
私のアバターの人、たい焼きありがとうございます。はい、ということなんです。明日もマジ早起きしなくちゃいけませんね。SK のアバターの人、たい焼きありがとう。私もたい焼きありがとう。福岡行くね。ああ頑張ります。もうなんかいろいろ頑張る。とにかく忙しい夏になるなりそう。本当にね、みんなそうだよね。私だけじゃない、みんな覚えるのが大変だから。でも私12周年公演覚えるのが大変そうすぎてさ。そう、12周年公演の時になんか記憶力がない、2公演覚えなくちゃいけなかったじゃないですか、新しい公演。それで頭が破裂しそう。違うわ、あれだ、卒コンか。まあいろいろなんかきっかけを機にさ、記憶力をちょっとでも高められるかなって思って DHA のサプリを飲んでる。魚の成分、それ今でも飲み続けてるからね。もしかしたら記憶力が爆発してるかもしれない。SK のアバターの人、たい焼きありがとう。私のアバターの人もたい焼きありがとう。たい焼きをください。はい、今日木曜日早いな、本当に早い。最近はさ、もう本当になんか自分の生誕祭、自分の卒業公演じゃないかっていうぐらい準備してるの私。ソーダさんの卒業公演にもう必死。男の子のアバターの人、たい焼きありがとう。私のアバターの人、たい焼きありがとう。ハートの人、たい焼きありがとう。そう、ここ何日かもね、あのね、夜ご飯もね食べないの、ダイエットするために。昼しか食べない。そうなの、我慢してる。だから終わったらね絶対ラーメン行く。そうだけどね、自分の卒業公演じゃないかっていうぐらいねコンディションをめっちゃ合わせてる。もう美容院にいたりさ、いろいろよ。自分なのかなって思うぐらいに気合入ってる私。そう、本当に相田さんの大切な日だから、そう可愛くいたいから。でもなん、そうなんだよね。そう、好きな先輩だから。そう、なんか美容院の人にもね、なんかこうちょっと前に美容院行ったのね。それでなんか宿毛矯正とかまっすぐにするパーマを当ててたから、そうだからなんか、まあ、割とすぐ来られましたねって、何かあるんですかって言われて、そうなんですよって、日曜日にすごい重大なお仕事が入りましたって言いました。多分ね美容院の人は撮影かなんかだと思ってるけど、違います。私にとって重要、世界一重要なお仕事です。あ、15分経ちましたね。でもキリがいいから、あと2分やって35分になったら終わります。35分までやったら終わる。この夢みたいな時間を頑張って。あー、たい焼きありがとう。嬉しい。うさぎの人、ハートもありがとう。いちごの人、あー、パンダの人もたい焼きありがとう。大富豪のイベントも引き続きよろしくお願いいたします。非常によろしくお願いします。大富豪、大富豪をみんなやってください。あー、たい焼きありがとう。
ゆっぴのところにたい焼き投げるまで寝るんかね、ありがとう。松坂牛はまあ届いてないですっていうか頼んでないです。カタログは来てるんですけど、今届いたところでゆっくりもぐもぐ配信をしてショールームができる余裕がないじゃないですか、私には。こんな15分ぐらいでね、でももぐもぐ配信しますって言ってるから、落ち着いたら頼んで言おうと思います。でも届こうと思ったらいつでも届けられるんですけど、届いたところで食べてゆっくりするショールームができないから私が頼んでないだけです。もうちょっとゆっくりショールームができる時間ができたらみんなともぐもぐ配信したいですね。そう、今こんな15分ぐらいの配信だったらもう丸飲みしてバイバイって終わるからちょっと今は無理。あー、たい焼きいっぱいありがとう。そう、せっかくならみんなと一緒にご飯したいから、こういう遅い時間じゃなくてもうちょっとなんかなんだろうな、まあ、6時とか5時ん6時とか7時とかみんなが夜ご飯の時に一緒に食べたりとか、まあ、お昼でもいいけど12時とか1時とか12時とか1時とかのお昼ご飯の時間か、それか6時か7時の夜ご飯の時間にファンの人もご飯食べながら私のショールーム見て一緒にご飯食べるれたらいいなと思ってるけど、今はちょっとそれが無理なんですよ。お昼も無理だし夜も無理だから、ちょっと落ち着いた時間が取れたら頼んでファンの人と一緒に食べようかなって思ってるから今はちょっと無理そうだからね、また頼むときはね言うのでね、よろしくお願いします。ということで早く寝ないとあのお肌が可愛くなくなっちゃうので、私はちょっと大切なの日曜日がだからちょっともうてか早く寝ないとなので早く寝ようと思います。それでは皆さんありがとうございました。さようならバイバーイ。